どうも、ひなたいこです。今回も近藤誠一カップ MJ ですね、打っていきたいと思います。するしない。誠さんがね、大きいタイトル2つ獲得した素敵なイヤーですからね、一緒にお祝いしながら打っていきたいと思います。いや、ほんとこれかっこいいわ。ここスクリーンショット撮りたいんだけど、どうやったんだろう。わかんない、やり方わかんない、やめとこう。さあ、あっという間に4人集まりました。今回の皆さん、よろしくお願いします。さあ、打つぞ。本一曲、ドラはウーピン、プレイヤーはシャーチャです。私シャーチャ。あら、よく混ざってらっしゃる。ついてどう見ますか。ちょっときついな。国士に行くか迷いますね。かなりきついでしょ、これ。戦いが繰り広げられるのか。国士行っちゃうか。誰が一番最初に仕掛けるのか。いや、四シャンテンでもなんかこれだけ悪い四シャンテンならあんまりこうね、これで一歩焦らずに。方針が定まってきましたよね。国士の三シャンテンですかね、今ね。この三シャンテンは。あら、いきなり仕掛けていった。若いわね、みんな。カンパッソから動きましたね、ソーズ。で、下茶さんはマンズ嫌いみたいな、内側の範囲並べてて。まあ、私が言うのもなんですけどね、内側の範囲並べてる。ここから何を引いてくるか注目ですよね。これは先ほど切った。すごくない？これもうローワン場に3枚見えですよ。まだね、切れてもうないっていう範囲もないから。E1 が2枚切れ。一体どんなドラマが待ち受けているのか。ローワン3枚見えで、G1 も自分の目から3枚見えてる。不思議な場だ。均衡を破るのは誰だ。いい声だな、小山さん。お、来た。あっという間に。え、イーシャンテンまで来たじゃないですか。E1 と E ピン。わお。親ウィーが入ったよ。親ウィーが入ったし。親ウィー入ったし、これ。突っ張っていった。おお。おお。いや。ハクだよね。ハクだって役出てないの、それくらいだったもんね。さあ、この範囲に反応。ここはヤンピン行きたいな。テンパイしたら行きたいな。パーソンもいっぱい見えてるんで、ローソンは行けます。親のリーチに国士のインシャンテンでね、挑み続けるとか本当嫌なんですけど。まだね、だってほら出てないから、可能性あるから。ヤンワンドブスジーでございます。ちょっと待って、ちょっと人生の保留の大位相が進行していくのか。ああ、これはゴール失点。トイメン幸先のいいスタートを切りました。まずは一歩リード。じゃん、裏が乗ったか。コッパー、あー怖かった。親のリーチにね、トミチャさんも来てるっていう場でしたね。怖い怖い。あー、今回いいんじゃないですか。そう、泣かないで泣きなしにしちゃいます。どう打ち回していくのか。ドラリアンソー、ピンフ系の手ですね。場が静寂に包まれている。いいそう、リアンソーがドラか。あんまり良くないな。これでリアンチャンテン。ここからが腕の見せ所ですよね。まあね、安全なね、難があるし、これ頑張ってればいずれ近藤誠一と同卓できるかもしれないしな。ひなた、あっという間にいいシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。あんなに普段会ってるのにないこと。MJ で同卓したがってるとか、どんだけ誠さん好きなんだよみたいな。場は膠着状態。セイさんも MJ を右手で打ってんのかな。手はサウスポーじゃないよね、きっとね。重い空気のまま場が進行している。 MJ もサウスポーなのかな。これは先ほど切ったばかりの牌。両手使えるんですよね、セイさんね。スポーツとかによって使う利き手が違くて。マージャン左なんですけどね。野球だかテニスはなんか右って言ってたな。
なんかしょうもないインシャンテンですね、私ね。チーピンが1枚、あ、2枚目。ペンチーピンがね、ちょっともう自信ないんで切っちゃいましょう。問題はね、神茶さんが本一なんではないんだろうなと思いながら、何点かなって、ドラ切ってる。チュンは、チュンの格好やだね。少し場が落ち着いてきたか。みんなの安牌かな。ほら、神茶、またでもダレアワン、ダレアワン孤立で1枚持ってるのも変だもんね、安全牌じゃないから。でも安全牌。各社どのように打ち回していくのか。風装にくっついての。目は見えるかな。ニャンソーが3枚か。吐く。いいでしょう。タイヤオかな。あ、初だ。神ちゃん、ここで泣いてきた。あ、ニャンソー。なんかすごい安そう。本日、赤がなかったら。あ、ペー。あ、泣かれた。あっちもこっちも賑やかになってきました。なんか通りましたね。なん切りながら、泣きありにして、三色の泣きはしたいと思ったけど、高い！メンピンアカドラ。ラウラウじゃん、ラウラウ。わーお。インパチ横移動しましたね。これは衝撃的、どうしよう。点差がかなりついてしまった、トイメンさんと。日本馬か。まだね、トインチなんだけど、持ち点がね、各者の持ち点を気にしながらやった方がいいね。ドラが初。ここも我慢した。今ね、悩んでるのは動くかどうかですね。自力でどうにもなんないかな。でもこういう手あんまり動きたくないな。ひなた、これでリアンちゃん点方針が定まってきましたよね。で切っちゃいましょう。急走が親の現物で、パーソーが両脇の現物。重い空気のまま場が進行している。構図の下を引いて伸ばすか。マンズパーワン切ってるんですけどね、ローワンは赤も入ってるし。誰が一番最初に仕掛けるのか。ひなた、ここでも仕掛けない。ドラはどこでしょうか。あっと、ここで仕掛けていった。アグレッシブだな。そこそこ切っちゃおうかな。ペンサンワン、各社どんな上がりの形を思い描いているのか。悪くないかも。3ピン場に2枚。場に緊張感が漂っている。わお、ここで泣いてきた。感想流れてきたね。ピンツがもう余っちゃったのかな。本一だったらやだな。親も考えてますね。各社どのように打ち回していくか。おう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 、乗った乗ったけれども、乗ったけれども、ひなた、いいシャンテンだ。ストレートに、いやーいやーわあ、これね、リーチしよう。リーチイペコドラドラでペンサンワンだけど、ああ終わっちゃった。なんかおしゃれなジャンポンだったか。はい、まあね、そんなに大打撃でもないし、いいでしょう。そう思う。2曲、ドラは3ワン、プレイヤーはなんちゃです。4シャンテン。ここはトイメンです。ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。うっすら3色見えるかなって感じで。それでは、対局の模様に注目しましょう。でも崩れるな、これは。今ね、3着目に落ちちゃったんですよ、先ほど積もられたので。だからもう普通に流しちゃいます。
下茶さんのね持ち点の兼ね合いもあるし、だからチュンは静寂に包まれている。ポン、ひなた、いきなり仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。9番2枚切れ、ポンでも、あ、3枚切れ、あ、いいんじゃない。イーシャンテン、あっという間にイーシャンテンだ。上がりまであと一息です。あいやプレイヤー行くのかな。いや、どうするかだよね。本当プレイヤー行くのかな。さりげなく切る。おお、わお、通った。さりげなく切る。いやいや、これだってもうどうすんのみたいなね。相手の出方を伺っているのか。あれ、止まったか、違ったか。あ、中筋だ、自分で作った。トイメンの筋ですね私が生み出した筋ですね。周り緊張感が漂っている。初？誰か統一だ。おっと、負けじと動き出した。うわー、パワーが当たり。神ちゃん、これは思わぬ失点。うまく打たれてしまいました。いい街、綺麗な手だな。しかもこれ、満貫だ。高い。これで再び2着に浮上しました。うんってなるとトップの点差が32,300。ここからどのような手になるのか注目ですよね。果たしてこの曲を制することができるのか。一応ね、上がりに向かって打ちますが、あの2着目と3着目の点差ですよね、のが近いんで、ここはあの意識せざるを得ない感じになると思う。いや、トイメンさんもうなんか嫌だって、内側切ってるよ。ここどうしたん、どうしたん、どうしたん。3点切っちゃおう。ひなた、これでリャンチャン点。ここからが想像が安いな。小さい小さ入んないかな。トーンは勝敗なので、とりあえず様子見ですかね。それかもドア引いてくれ。トイメン、想像を失って、あー、イースピン。いや、でもね、スチピンの受け入れがあるんで、別に T1 がもう自分の目から4枚見えてるから、そっちがくっついてくれた方がマッチ的にはいいですね。あー、ドラ引いたよ。これトーン切っちゃおうか。誰か持っててもおかしくないもんね。あ、持ってたよね。はい、争ってるポイントね、持ち点が近い。いや、あっち来ちゃおう。ひなた、いいシャンテンだ。ハイパイとは赤嘘が出てるからね。この範囲に反応。酸素ドラ、あー、酸素ドラ。ここも我慢したってことは、ってことは老僧切りが良かったと思えるじゃない。パワー1引いたら6球はかなりいいし、少し場が落ち着いてきたから。いやー、これ三色の目とかもいいよ、いらない。3ワン2枚切れ、とりあえずいい。数ワンでもチーワンでもいい、くっつけ、お願いします。各社どのように打ち回していくのか。神茶さんはピンズ怖いけど、リャンソー、うわー、いい、関連層なら上がってたか。いや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 、誰が上がりを勝ち取ることになるのか。何は安牌、場を制するのは一体誰なのか。リーチしちゃおう。残りは山にいそうだ。さあ、リーチだ。しもちゃん、ここはプレイヤーの現物を落とす。ピンフドアドラはね、ちょっとなんか切ない、もったいないから、リーチ打ってしっかりもう上がりきっちゃいましょう。リーチの攻防が続いている。神ちゃん慎重に打っている。キャッ、ひなた、上がりきることはできる。いやー、ローピンのこの場合、いやー、怖い。ありがとうございます。なんだ
なの、あの間は何なの、ただああドキドキさせられる感じ。流局一人転敗でした。これね親流れちゃうんだよね。よし、上がりきれませんでした。あと1枚ぐらいね、その山にいてくれてもよかったのに。293、さあどのような結末が待ち受けているのか。現実的にいきますか。293差は羽チョコも足りないし、この手倍満ちょっと厳しい。重い空気のまま進行している。でさあこの矛はスルー。1万点差で3着がいて、で自分がねさっきリチボ出したから、マンツーマンで無条件枕でも一本馬もついてるからされちゃうっていう現状だから、役割の先輩はちょ2枚切れなんだよ。食いちゃおう。役割の先輩はリーチ打たないな。間が静寂に包まれている。場は膠着状態だ。くぅー、手腕残しとけば3枠ついてましたね。さあここも我慢した。三品親の現物、 C1 神茶の筋トイメンの現物。各社相手の出方を伺っているのか。あ、そう来てますね。雲行きが怪しくなってしまったか。人参つまぎってます。関節の土田さん黙っちゃったもんね。土田さん元気ですか。場に緊張感が。もう小山さんしか働いてないじゃん。はい、そう切って、チュンはあっち喋った。土田さんお帰りなさい。あー頭だって言ってたのがなくなっちゃったけど、まあどうにでもなりますからね、これはね。おお、トップ名がリーチ来た、来たよ。プレイヤー行くのかな。果たして追いつくことができるのか。ひなた、いいシャンテンだ。よくここまで持ってきたな。じゃあその想像欲しいんじゃないの。さあ引いた。ひなた、うおっと、ひなた、これは打ちましたけど、あの満貫までは打てるんで。テンパイ取りました今。はい、52は2着ですね。まあ降りてもねいいんですけど、2着、まあ2着ってよし。はい、さあというわけで2戦目の結果は2着でした。すごい、順位点が入って今回はプラス 49.5ってなるんですね。なるほど。聖さんとは同卓できませんでしたけど、やっぱりこのイベントに参加してくれる皆さんは、あの、熱い思いを持って打ってる方が多い気がしますからね。やっぱ強いな。さあ、この後、どんな風にポイント伸ばせるんでしょうか。頑張りたいと思います。動画ご視聴ありがとうございました。近藤誠一カップ、次回もお楽しみに。バイバーイ。